休日で何しますか？こんにちは。今日の天気はいいですね。そろそろ休日が来ます。休日に何をするつもりですか？そうですか。まだ決まっていませんですね。私ですか？普通は洗濯や家の掃除などをしますよ。休日にはきれいなお家で過ごせることなんて最高ではありませんか？掃除や洗濯が終わると趣味の時間でしょう。趣味だと言ったら絵を描くことと読書のことですよ。絵を描いていると一日中ほどでも過ごすことができます。ですが趣味のための木がないとき、何にもしなくてのんびりするだけで一日過ごすことでもできます。テレビで映画を見てのんびりするとか、携帯で遊んでのんびりすることとか、まあたまに外へ出ることもありますよ。普通は友人たちと出かけてモールで買い物したり、映画館で映画を見たり、どこかで外食することでもよくあります。あなたはどうですか？どうやって時間を過ごしますか？そうですよね。人の生活はそれぞれ違うですもんね。一番大切なのは時間を楽しく過ごせることです。もし予定がまだ決まっていないのなら、私とどこかへ遊んでみましょうか？あなたからの連絡を楽しみにしています。では楽しく休日になるといいですね。こんにちは。今日の天気はいいですね。そろそろ休日が来ます。休日に何をするつもりですか？そうですか。まだ決まっていませんですね。私ですか？普通は洗濯や家の掃除などをしますよ。休日にはきれいなお家で過ごせることなんて最高ではありませんか？掃除や洗濯が終わると趣味の時間でしょう。趣味だと言ったら絵を描くことと読書のことですよ。絵を描いていると一日中ほどでも過ごすことができます。ですが趣味のための木がないとき、何にもしなくてのんびりするだけで一日過ごすことでもできます。テレビで映画を見てのんびりするとか、携帯で遊んでのんびりすることとか、まあたまに外へ出ることもありますよ。普
通は友人たちと出かけて、モールで買い物したり、映画館で映画を見たり、どこかで外食することでもよくあります。あなたはどうですか？どうやって時間を過ごしますか？そうですよね。人の生活はそれぞれ違うですもんね。一番大切なのは時間を楽しく過ごせることです。もし予定がまだ決まっていないのなら、私とどこかへ遊んでみましょうか。あなたからの連絡を楽しみにしています。では、楽しく休日になるといいですね。